皆さんこんにちは、本村拓人です。株式会社グランマという会社をやっています。で、実は僕は今日は想像力について、お話したいなというふうに思ってるんですけれども、僕は、大学も出てませんし、18歳で会社も潰してます。そして、24歳で、新しい会社を作り、ちょうどその時に、大好きだったフィアンセと別れるっていうようなぐちゃぐちゃな生活をしていました。で、ただそういった陰でずっと僕のお母さんが支えてくれました。あんまりそのお母さんの目の前で言わないんですけど、今日こういった場をいただいているので、感謝の気持ちを込めて、想像力の源泉というところについてですね、話したいなというふうに思ってます。僕が5歳4歳の時、家になかったものがたくさんあってですね、別に僕自体が貧困なその家計に生まれたってわけではないんですけど、例えばあんまりお菓子がなかったりとか、あんまりおもちゃがなかった。特にそのおもちゃがなかったことってすごく良くて、僕の想像力、要するに自分で遊びを作らなきゃいけなかったんですね。で、実はそれがあったから、多分今事業を起こせたりとか、いろんな失敗をして立ち上がっていけたっていうふうに、思えるのが、その想像力を使うことを学んだことがきっかけです。そういった意味で、お母さんに感謝をしたいなというふうに思ってます。で、今は皆さんも多分いろいろと想像力の源泉があると思います。まさにテッドっていろんなナレッジもたまりますし、いろんな人たちに出会います。僕もここからいろんなインスピレーションを受けてます。そして本、これは言わずもがなんですけども、この著者に会ったりとか、そこで対話をすることで、いろんなインスピレーションを受けます。そして想像力を受けます。で、僕は特にやるのが、だいたい1年間に300日間ぐらい今アジアの方で活動しているんですけれども、特にその人に会うことが多いです。で、それはもう自分のナレッジとか考えとか想像力をとにかく交換していく、そういうことをやっています。で、もう一つが旅なんですね。まだ38国ぐらいしか回っていないんですけれども、20歳からずっと続けているこの旅で、いろんなことを発見しました。そして多分これは生涯 の僕の活動にもなるテーマ、大きなテーマ、貧困ですね。で、この貧困というものを、旅をしながら解決していこうと、その解決する前に貧困って何なのかというのをですね、自分で考えて結論を出しました。もちろん経済的な意味で言われるその低所得者層、ただもう一つ、僕が母が またはお父さんから学んできたその想像力の使い方、この想像力を持つか持たないか、またはそれを使うか使えるか、使えるか使えないか、これだいぶ途上国の人たちの、僕が見てきたアジアの途上国の人たちの生活が変わっている、そういった事実に触れ合いました。そして右側にいる、これバングラディッシュのさっき最初くんが話してた時にも一つ写真載ってたと思いますけども、これみんな寝てる、ただの寝ている、何も考えてない、こんな人たちいっぱいいるんですけれども、5年前に会ったんですね。で、彼に聞きました。何をしていきたいんだと。で、5年前は何も持ってませんでした。本当ただの三輪力車を、自転車を漕いだタクシードライバーです。今どうなってるかというと、30代の力車を持って経営者になってるんですね。で、その経営をして自分でお金を稼いで、家族を持って子供を持って、子供も教育を、させていると。非常に大きな違いがあったんですね。それはなぜか、何かというと想像力、何を想像力を持ってどういう未来を描いているか、それだけで自力で生きていけるという、そういったことが可能なのかということを学びました。経済的な貧困層、いわゆる BOP とか言われてますけれども、低所得者層、1日1ドルとか5ドルで生活している人たちがたくさんいると、もう40億人以上いるというふうに言われています。で、そういったところに先進国からさまざまな、エンジニア、デザイナー、そして、財団だった、いろんな方々が努力をして、例えばこういった、汚い水、世界の10億人以上の人たちが、不衛生な水を飲んで生活をしているというふうに言われていますけれども、そういった環境に対して低価格で、提供されている、そういったストローがあると。もちろんこれは素晴らしいことです。で、その素晴らしさのあまり、2010年に、世界を変えるデザイン展というテーマで、80個ぐらいのですね、プロダクトを集めて、六本木でやらせていただきました。約ですね、10万人ぐらいの、特にデザイナーさん、これは日本で行ったんですけれども、デザイナーさん、そしてエンジニアの方々にたくさんの、新しい想像力を与えられたという意味では非常に満足しています。一方で、こういったソリューションが先進国から途上国というこの構造が、なんか興奮に落ちなかった部分が多々ありました。例えば素晴らしいソリューションなんだけど、それが届いていなかったり、それは高すぎて届いていなかったり、たくさんあります。そして今、実は2年前からこの展覧会を経てですね、いろんな日本の大手の企業さんともプロジェクトを起こしています。
ただこの未だかつて2年間、まだ確かに2年間で短い期間ですけれども、何も自分たちが目の前で助けていきたい人たちの命だったりとか、彼らが抱えている課題を解決できていない。でこれはなぜかというと、まあ、市場性がないとか、開発にコストがかかるとか、たくさん理由があります。でもう一回旅に出たんですね。これ現場でバングラデシュとインドって違う国で同じようなものを作っている現地の人たちのアイデアで自分たちの仕事を楽にしている。これはまあ、ヤスリなんですね。自転車のこうハンドルを使ってペダリングをして、その動力でヤスリをしやすくすると、こんなアイデアはすぐに形できると。でそうした時にテッドを見ていたら、The key resource is knowledge of the poor っていうふうに言い放っていたプロフェッサーが、これプロフェッサーアニル・グプタというインド人なんですけれども、この人のテッドスピーチを聞いてですね、何があるんじゃないかということで、アハメダバード、インドの西部にあるアハメダバードまで行って会いに行って、ここでも自分の想像力、おそらく現地の人たちがたくさん持っている、または抱えているニーズとか課題とか、そういったものを現地の人たちが解決していく、いわゆる途上国から途上国の人たちに解決するプラットフォームだったり、そういった仕組みというのを作れるんじゃないかと彼に言いました。だから彼はもっとアンビシャスで、いやいや違うと、途上国から先進国に流せるような製品というものも作っていきたいんだというようなモチベーションというかですね、想像力を持って活動していたんですね。というところに、まあ非常に僕も感銘を受けて、インドでは実はもうこれはその政府機関も支援していてですね、16万以上の、まあ、こういった、もしかしたら日本の方々、エンジニアの方々からするとこんなのはっていうふうになるかもしれませんけど、現地の人たちのニーズにしっかりと即したものが届いている、こういう事実があるということをまず今日は皆さんにも知っていただきたいなというふうに思っています。そしてスモールイズビューティフル、人間中心の経済学で有名な E.F. シューマッハさんが、まあ、こういった開発経済、そういったところにどういうふうに入っていけばいいかというときにですね、3つの指標をくれています。それが安くてほとんど誰でも手に入れて、小さな規模で応用できて、人間の想像力を発揮させる。さっきのライフソロ、もちろん素晴らしいものです。ただそれは目の前の課題しかもしかしたら解決できないものなのかもしれない。最後の人間の想像力を発揮させる、これは自分たちの手を使って、もっと言うとプロダクションの中のプロセスに入っていく、そういったものをですね、考えていかないといけないんじゃないかなというふうに思って、また旅をして素晴らしい人に会いました。ここでちょっと皆さんに、2分間ぐらいのですね、映像を見ていただきたいというふうに思います。My name is Muruganandam. I am making sanitary napkin machines. Almost 12 years back, I saw my wife one day carrying a rag cloth. So I asked her what is she doing. She said it's none of her business. Then I ran behind her. I saw a nasty rag cloth. I won't use this even to clean my two-wheeler. Then I realized she's adopting an unhygienic method. So then I start thinking, why not make a low-cost sanitary pad for my wife? So that's what happened in the beginning.You know that in India, only less than 10% women are using sanitary pads. That is the situation in our country. 90% women are not using sanitary pads. So if you go in depth why they are not using, you can find triple A problem, I call it. So the first A stands for affordability.The second A stands for availability. Then I found a third A. This awareness is missing. So very first time in our country with this innovation, the women, those who are making sanitary pads, they are making napkin, and they are going to the nearby woman. They are starting with hygiene importance.So by the way, we are cracking the third A awareness. We are able to convert a woman, rural woman from unhygienic rag cloth using method to hygiene napkin using method. We are deciding to preparing the natural product in our city. In rural area, every woman, they are not knowing this, how to use these pads.They are very shivering.
they are not liking to using this pad because he is also not educated. So we are going to that area and we are given the lessons to how using these pads. Now they are putting and using these pads. We are changing our women's liberation or women's freedoms in our field. ありがとうございます。このムルガナンさんはですね、6年前に、この事実を知って、奥さんから知って、ナプキンが市場に売ってはいるんですが、買えないと。その事実を知って、彼が6年半前ですね、すみません。自分自ら立ち上がって、あの機械を作ったと。で、この機械が非常に面白くてですね、いわゆるその生産者、ごめんなさい、販売者、そして消費者を、まあ、一つにしてしまう、分散型のマシンなんですね。ですので、大きな工場を作って、都市部から辺境の地に届ける必要がない、いわゆる辺境地から辺境地に工場をトランスファーして、そこで雇用を生み出して生産をして、そして自分たちもそのユーザーになる、この発想が今途上国の中で言われている新しい経済開発の中で非常に必要なんじゃないかなと。そしてそれを実際にやっている人がたくさんいるという事実が僕の中で非常に大きな希望になっていて、そしてその希望は彼らの想像力と、そして僕たちがこれに対して何ができるか、その想像力でしかないのかなと。例えばこの人、写真はちょっとないんですけれども、無電化村で使える15ドルの冷蔵庫を作った人なんですね。これもインドの人です。で、彼は自分自身が下半身不随になって、ただ絶対に車に乗りたいと、自分で車を乗れるようにしてしまった。それはその車は健常者すらも非常に使いやすい、運転しやすい車となってしまった。そして彼は自分の父のために車椅子を、より電動式の車椅子を作ってあげた。そしてバイオマス、まあ、エネルギー開発ですね、エネルギーを供給するガスファイアを作ったり、はい、ものを作っています。そして、まあ、こういった人々がですね、インドだけではなく、今インドネシア、そして中国、アフリカ、グラスルーツ、草の根っていうところからですね、どん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 できてきています。最後にこれだけ引用したいんですけれども、バルコたちがすごい大好きなガンジーが言ってました。世界中の貧しい人たちを救うためには大量生産ではなくて大衆による生産が非常に大きな、おそらく大きなヒントで、そして今僕たちを駆り立てている活動のエンジンともなっている一つの想像力が、いかに分散させて工場を設置し、そこに新しい経済エコノミックデベロップメントを作り出せるかどうか、この大きな問いにですね、今チャレンジしている真っ只中です。再来月からフィリピンで、まさにこのマシンをですね、フィリピンの島々にですね、供給して新しいプロジェクトを始めたいと思いますので、引き続き、注目してやってください。今日は本当にありがとうございました。